40万人感謝の突破記念でとしまして、スイッチ3つ用意しました。応募はチャンネル登録してあることとか、まあ、いつも通りのやつです、はい、ご応募お待ちしております。お待ちしております。よろしくお願いします。よろしくとも。嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。年でよー、なにと、おっさん、いやいやいや、僕はちょっと今日もう壺が崩壊して司会できないので、ここからはもうちょっとリボン君に任せます。おお、誰もが認めるBMTさあ、本日もやってきました都市伝説、今日もごてづらさんに来ていただきました。おお、今日は一体何の都市伝説を紹介してくれるんですか。安いわ。世界のね、特殊な能力を持った人間6000っていうのをやっていきたいんですね。特殊な能力、口が臭すぎる。すげえよ。子なのに人間になった絶対6個揃うよお前。1人目、はい、はい、じゃあまずその画像をね、はい、じゃあ見せたいと思うんで、はい、何の能力か当ててください。おお、はい、そういうのめっちゃ得意。1枚目こちら、左の女の人。なんか能力使いそうやな。そう、これバービーじゃないの。バービーじゃないの。ベンジャミンボトム、数奇な人生。この女の人すごいよ。この女の人は不死の細胞を持っている人物、ヘンリエッタ・ラックスっていう名前の人で、1971年に子宮がん宣告されて、そっから1年経たないうちに命を落としてしまいます。え、なんか不死じゃないじゃん。亡くなってしまって、その人の癌を調べてみたと。その腫瘍から死んでない細胞があったっていう。で、それをこう研究し続けてたら、どん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 その細胞が成長し続けているってことが分かったわけ。この細胞は医療で役に立ってるんですよ。でもエイズとか放射線、あと DNA と関係するその病気とかの治療に役立っているという応用して。原因は今でもよく分かっていません。それは分かんないよな、不死と。なんでこんな細胞が急にできたのかっていうのが分かってるんで。謎だね。2人目の画像こちら。え、はい、えふざけてるやん。あ、あなたもこれ分かりました。でもでも、まあ、もう大体分かるよね。まあこれは分かるかな。これはもう不死人間ね。不死人間、この人はマレーシアに住んでるリュウソーリンさんという、なんでか分からんけど体に鉄がくっつくっていう。え、すごいよ。で、最大36キロの鉄を入れることができる。そう、36キロ。考えられる原因としては、リュウソーリンさん、あの、はい、普通の人より肌がちょっとザラザラしてると。このザラザラとした肌が、あの、磁力を発生させやすいんじゃないかって。一生懸命だとごめん。ああ、鼻くそつけてる。だよね。だよね。背中触られるかも、ピョンって。もうさ、鉄くっつく話で鼻くそくっつけない。それでは3人目、こちら。これ、これこそ、もうメデューサみたいな。いや、なんでしょう。これもうあれでしょ、ヒューガンの一族。ちげえよ。正解はね、1.6 キロ先まで視力がある。1.6 キロ。そう。だからこの人は、その世界一視力がいい人としてギネスに認定されています。うん、動物に似た目をしている。まあ確かに。だから遠く見えるのかもしれない。あだ名がこの人スーパービジョンです。いいでしょ別に。はい、というわけでじゃあ4人目。はい。お、4人目。まあこちらの女性です。おお。なんでしょうか。綺麗な方ですよ。はい。何も喋ってない京平さん。どっちもです。これ幼少期でこれ年取った後ですこれ。はい。何も喋ってない京平さん。これなんですかこれ。ね、はい、人の頭が見える。全然違います。あ、違う。投資か。近いの。そう、投資です。骨とか臓器とか透けて見える。やば。レントゲンさんや。この人のあだ名、レントゲンウーマンです。なんまって。じゃあその人医者か。そう、医者です。医者になります。この能力を生かして医者になります。なるほど。二人ともふざけて二人とも当たるんだよ。で、この人が初めて透けて見えるようになったのが10歳。お母さんの左腕に血液が通ってるのが透けて見えた。でも地元の人は信じてくれないわけよ。本当に見えてるのかってことで地元の病院にいたと。医者がね、君がレントゲンの目を持っているんだったら私を見てちょっと診察してみるがいいみたいな。いや、くれないか。その医者を見たら胃袋に腫瘍ができてるって言って、実際に検査してみたら本当にあった。やばっ。すげえ漫画やん。そうそう、めっちゃテンション上がる。こういう話すごいやん。めっちゃ好きだな。彼女は海外のドキュメンタリー番組にも出ており、そこで一人の男の子の肺に腫瘍があると指摘し、見事にこれを的中させる。2006年以降、ナタリア・デムキナ特別審査センターで診察を続けている。診察料は日本円で1500円というリーズナブルさで常に人だかりができている。日本も結構テンション上がるでしょ。
うん、こういうの好き。ゴミ、ねうん、さんもだってね、あの医者好きだもんね。医者好きですよ。ワンピースの医者で誰好きなんだっけ。クレハさんです。どうだろう、どうだろう、お前お前どうだろう、どうだろう、お前どうだろう、嘘でしょ。シャンブルス、シャンブルスとかやってんじゃん、お前。続け、5人目画像ドン。これはもう、うん、こちらの人物でございます。あーいいんじゃん、スイトン。違う、ちょっと3ミリだけ浮いてる。ドラえもんかこれは氷なんですよ。寒くない。そう、寒くない。あ、なるほどね。寒さ感じないんだ。寒さは全く感じないっていう。急にしょうもねえな。それ大工でもできるじゃん。サンドの中、お前ディズニーランドずっとおったよ。この人のあだ名がミスターフリーズ。みんなつけるセンスなくね。ミスターフリーズ。特殊能力ではなくね、それです。いやでもすごいんですよ。マイナス20度の中で 42.195 のマラソンとか普通にできたりとか。じゃあなんかな、なんか違う、なんかもうさっきのが偉大すぎてまあ確かにな。まだありますよ。あ、どうぞ。1時間52分の間、おこれすごいぞ、氷風呂、おおに耐えれるっていう。あ、それはやばいでしょ。1時間52分すごいでしょ。すっげー我慢できる人だけ。いやいや、まあ、だって、ね、1時間52分以上はできなかったやろ。まあそうですよ。我慢よ。ひねくれてんだこれ。そうだよ。能力として認められないとか、うん、ダメです、ダメです。ダメなの。世のため、人のためになってない。ただ我慢しないで。まだあります。おー、来た。これってなんと、おい、半ズボン一丁だけで、はい、はい、キリマンジャロ登りました。だからすっごい痩せ顔してる。我慢がすごいだけや。できるじゃん、半ズボンでキリマンジャロ登れる。余裕です。できない、余裕。どこでやらせる企画だ。あ、見てろ、マジでやるから。マジでやれよ。本当にやれよ。もうあったかくなりつつある。手でじゃねえ。最後、おー、最後ですよ。最後ね、えぐいよ。これはやばいっすね。やった瞬間にあのミサイル。うわー、僕が最後に持ってくるぐらいですからやばい。これぐらいのもんですよね。その気になる画像がこちら。こちらです。何これ。あー、わかった、もうわかった。何の、はい、何でしょう。電気食ってる。電気じゃないです。鉄。鉄。何でも食える。何でも食える。そうです、正解です。何でも食える。どういう顔してる。あ、いや待って、でもすごいのよ。いや本当にすごいのよ。この人知ってるよ。消化できるってこと。消化できる。そう、それはやばい。消化できちゃう。それはやばい。マジで衝撃だから。そう、マジこの人だけやばいから。お前にはなんか知ってない。先輩みたいな。フランス人のミシェル・ロティトという人物でございます。ロティト、言いにくい名前やな。ちゃんと消化して、ちゃんと体に何の支障もきたしています。これはやばい。これは超能力だ。この人が生涯食べた鉄の量9トンです。やばいやばい。9トン。これはやばい。それはすごい。やばいでしょ。その息子が鉄の子。そうだ。ああ、繋がった。だってしかもちょっとさっきちょっと言いそびれちゃったんだけど、あの人の孫も鉄つきますからね。その説あるわ、マジで。国からやっちゃうやん。竜とか言うてんの。この人何がすごいって、2年間でセスナっていう飛行機あるでしょ。あれ一気食った。そうなんですよ。これはすごい。そうなんです。マジでやばい。マジでしょ。車も食うし、あとエッフェル塔の一部も食った。マジで言ってそれもう国際じゃないの。これまだ生きてる。この人は残念ながらもう亡くなってしまったんだけど、その亡くなってしまった原因、この雑食とは一切関係ない。すごい。以上が紹介した6人の特殊能力を持つ人間たちだったわけなんだけれどもね。はい、はい。まあ、こういうのってその、まあ、日常生活で何気ないことをきっかけに起こるパターンもあれば、まるつきこういう能力に目覚めてるやつもいるという。普通に生活してる俺たちでも特殊能力はあるんだけど目覚めてないみたいなパターンがあるわけです。なるほど。まあ、例えばその絶対音感なんてのももうなんか気づいたらできるようになってたみたいな。絶対の鼻みたいな。ああ、その嗅覚のやつとかね。自分が臭いから。あー、バカ野郎。違う、遮断しちゃってる。もうだけ、もう入ってない。あ、そっかそっか。7人目の能力者。違う。なんだ、ヘブンストリーダーか。どういうことやねん。だからこの動画を見ているそこの皆さん、現在あなたも特殊能力に目覚めてるきっかけが出てくるかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。楽しい。もう楽しい。ごめんなさい、行きましょう。行きましょう。もうなんでこんなの。出番です。お願いします。任されてるの。出番です。いやー、ほんとにね、ためになる都市伝説でしたね。おお、素晴らしい。ありがとうございます。いや、非常にね、なんていうんかな、ためになるというかね、
ためにすごいなるんですよ。ためにななるんですよ。ためになるんです。痛い想像つかん覚悟でぶっかまれてる奴らけっとば